ドリテン本市主催全日本学生ドリフト王座決定戦、通称学ドリ。我々ドリテンビデオは次世代のドリフトヒーローを探しに会場へ潜入。全号収録、名阪西日本大会では期待の高校生ノムケンジュニアが出場するも惜しくも敗退。続いて日光で行われた東日本大会、今年から本格開催された団体戦ではパッションあふれる接近飛び込みが連発。東日本の王座は、さらに全国統一王者は誰の手に。それでは行ってみよう、全日本学生ドリフト王座決定戦後編。学ドリ東日本大会2日目はあいにくの雨。しかし学生にとってはそんなことお構いなし、みんな気合十分だ。それでは早速1回戦2回戦を続けていってみよう。初めて来てここ3発でここっていうのはかなりハートがないとこの審査してんだもんだって上手だからあれとかじゃなくてハートを、ハート審査です。学生は完全ウェットの路面に大苦戦、スピンコースアウト続出でマシンは泥まみれに。70名いた出場者は一気に8名まで絞られた。ここを通過すると次はベスト8からの決勝トーナメント。いずれも優勝候補の実力者揃いだ。結果発表で我々は涙を流す学生を発見。どうしたんだよお前、取ったな、よかったじゃん。負けちゃったの？この人たちね、日光先で見て壊れたやつをずっとなんか直してくれてね、2人で取りたかったんだ。熱いね学生。だからこの子のためにもさ、頑張ってさ、次の2回戦頑張って、はい、カメラに向かってほら、次の抱負を。頑張るぞ。東日本大会決勝トーナメント。決勝トーナメントも単層形式、審査はコース全てを使う全周審査だ。先ほど涙を流していた予選2位の国分は珍しくスピンして敗退。結果、江崎、増山、三井、宮村の4名がベスト4に進出し、東西統一戦の出場権を獲得。そして決勝に勝ち進んだのは86を操る予選7位の宮村と、北海道から遠征してきた予選1位の三井。この2人が決勝で雌雄を決する。東日本大会の王者に輝くのは果たして。はい、来ました。おいよ、この子今ライン、今ラインも良かったんじゃないですか。そうですね、はい、この子は運転上手だね、なんかね、見ててね。86乗ってる人ってやっぱコントロールうまいよね、変速も上手だよね。優勝したのはゼッケン1番三井。この後の優勝者インタビューであれが。はい、それではですね、本日学生ドリフト王座です。はい、テイク2どうぞ。はい、学生王座ドリフトコンテスト学生ドリフト王座決定戦委員長の、あ、違う、コンテストです。はい、テイク3、3、2学生王座ドリフトコンテスト王座決定戦なんだ。学生王座ドリフト決定戦、はい、東日本大会終わりました、のチャンピオンになったのは三井くん、おめでとうございます。はい、三井くんはあれでしょ、わざわざ北海道から乗り込んで、しかも2個、まあ、2回か3回ぐらいしか走ったことないんだよね。はい、2回目ですね。こんだけ走るって相当北海道でも走ってるでしょ。その北海道では結構下手な方ですね。まだまだ北海道にはもっと上手い子がいると。まだまだいます。じゃあ来年はあれだね、 OB としてなんか後輩を送り込んでくるぐらいのあれがないとダメだね。あの東京の方に就職するんで、もうこっちまた来ます。今回の優勝は三井天気くんでした。おめでとうございます。ありがとうございます。
お次はクラッシュ多発団体決勝いってみよう。はい、それではですね、学取り、東日本大会、団体戦決勝になります。ここでですね、審査のポイント、うまさよりも、もうとりあえず近ければいい、近ければ近い方がいいもうそれのみでいきましょう。はい、まずは予選で一番接近していたこのチームからご紹介。群馬自動車大学校FC とピンクのワンビアとスカイライン34。じゃあ君の車どれ、自慢したい車。34のリップが壊れちゃったんでシーマリップをつけていきます。ちょっと僕にはちょっと よくわからないです。普通のノーマルのリップにしか見えないけど、それ誰も言わないで気づかないよね。だから言いました。はい、はい、じゃあ次 FC、 これなんか見た感じフルノーマル、もうこれ中古車センターに置いてあるもうまんまの車で、なんかエンジンも綺麗だもんね。なんかね、これだったらうち買い取りできるけど、この辺はちょっと買い取りやすいですね。この辺は買い取りやすいけど、この辺だとちょっとね、値段つけようかなって気持ちになってくるね。8万円でこれ車両価格7万円でした。あ、ほんと、ほらいいとこついてるね群馬自動車大学校1本目、もう近い、もう近い、おいじゃない、いいじゃない、後ろ近いよ、あ、近いよ近いよ、あー危ない、あーぶつかっちゃったよ。え、セーフなの、セーフなの今の、セーフ、ぶつかってなかった、今のセーフだってよ。お次は車庫単率の高いこのチーム、関東工業自動車大学校。やべー、リーダーはどの車、これ昨日の朝から見せたんだけど一番車高が低い、これ車高単はこの学校こだわりなの。そうですね、低くて乗りやすい車っていうのが、はい、低くて乗りやすい、これちゃんとストロークとかも稼げてる、意外と動きます足は。自分のこだわり、フェンダーが動きます。フェンダーが出てると切った時に当たっちゃうんで、フェンダーがこうやって動くようになって、ああだからバネ見えとるね、これこれはちょっと俺もちょっと使うかもしれない、これいいですね、これ関東自動車大学校1本目。ペタペタ、お近いですよ、かっこいいですよ、止めろ止めろ止めろ、お近いよ、いいよいいよ、おかっこいいね、いいんじゃないですか小口さん、ここ素晴らしいですね、あんなみんな低いのに。さあ2本目、おいおいおら、いいよおいいいよ、あれちょっとやばいよ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 、あーやっちゃった、今はもうピンポン玉みたいだったね今ね、もったいないよ、あのやめとけば無傷だったのに、あの1号かわいそう、もらい事故だよだって今の。続いてのチームは安定感のある走りが特徴的、太田自動車大学校。あの審査員の小口ちゃんもこの180はね絶賛してたね。180のオーナー、はい、幅内です。前のことも気にしながら後ろを見てる、かなり上手って言った。ありがとうございます、本当に上手かったよ、はい、見てました、後ろを見てた、はい、後ろ見てました、本当に、はい、じゃあこれセールスポイント、シャコタンですね、これシャコタンってかもう釣ってるんだけど、僕は消耗品なんですよ。これ大体何ヶ月ぐらい持つの。大体2ヶ月ぐらい乗っちゃえば、フェンダついてないけど、はい、ベッド止まってるんで、さっきもね、いた、なんかのバネでこうやって、これバネつけた方がいいよ、一応、ね、これで、あんま引っ張んない学生だと、流用品とか、その辺はどこで調達してくるの。ヤフーオークションですショップいらなくなっちゃうね、そうするとね俺らそれともう食えないんだけど、続きまして太田自動車大学校。危ないよ危ないよ、あー曲がってないか、あー危険だね今のね、危険ですね、振り出す前に押すのはダメです、危ないです、いくら向いてると言っても後ろから押されたら見れないよ、ダメですね。最後は尻上がりに調子を伸ばしてきたこのチーム、日産横浜自動車大学校。それではじゃあちょっと車ちょっと見てみたいと思うんだけど、彼女は、今回で学取りが5回目です。でなんか予選通ってたよね。はい、
今回ついに予選通りました。今年で最後の、学取りの予選を今回最後通ったと。はい。で今回団体も出てると。はい。団体も予選通過。はい。いいね、いい思い出になりましたねこれね。やっぱこれ後ろと前ぶつけられちゃう感じ。車まだ買ったばっかでそのまんまの状態です。ちなみにこの状態で買い取りに来てくれたったら、まあ車庫帳でマフラー入ってるとして30万円ぐらいが妥当かなと思うんだけど。20万です。安いね。これはいい買い物しましたねこれはね。横浜自動車大学校1本目来ましたよ。おら来たんだおらおらセーフ。3番目よく見てるね。テンション上がってきちゃったよねこれ。ほんと悪い大人ですよね。いやいや違う、俺はいい走りが見たいんだけど。決勝戦は勝負つかずサドンデス突入。団体いいねこれね。ほんと雨の団体楽しいみたいなね。こぐっちゃん雨の団体楽しいイエーイみたいな感じだねこれね。群馬商社大学校泣いても笑っても最後の一本近いよ。こぐっちゃん近い近いよ。いいんじゃないですかこぐっちゃんこれ。そうですね近いよ近い、はい、おい引いた引いた。おーおいいよ。サドンデス一本勝負。関東女子大学校車庫団3台かなりこれも近い。ここのね速度速いんだからもうちょっと接近すればいいんだよね。では、これで今審査団体戦決定しました。団体戦の表彰台はご覧の参考に決定。団体優勝は群馬自動車大学校イエー。今回結構ね乗れてたよね。ずっと最後まで結構接近してやってたよね。ハートこれがね伝わってきた。すごくこれ団体のこの上っていうのはやっぱり日本で言えと生かす走り屋天国。ここ目指さなきゃダメでしょ。目指します。一応俺こう見えても、昔ね全国大会出て3位だったの。3位全国で3位。全国で後ろついてくるだけで3位になったんだよね。そんな感じであのイカ天とかもあるので、ね、ぜひあのまた2人友達誘ってねあの応募してもらって、でもイカ天でも上の方を目指してもらって。はい、それでは、優勝しました群馬自動車大学校おめでとうございます。それではお待ちかね東西統一戦いってみよう。西の4位が不在のため東の1位がシード。審査は単走のみだ。いよいよ東西統一王者を決めるトーナメントが始まる。審査方法は先ほどと同じ全周審査。しかし西の上位東の上位とも途中で敗退。東の3位江崎と西の3位綱島がそれぞれ決勝に勝ち進んだ。2014年学取り統一王者は江崎か綱島か。前回あーっとスペイン多分今のスピンは綱島は見てるだろう。1コーナーに綱島が切れ角がない車で車もちょっと調子悪くなっちゃったような気がするんだけど綱島くん頑張っとるね。結果は表彰式で東西統一王者は兄を乗せて参戦した綱島に決定。おめでとう東西チャンピオンの綱島くんおめでとうございます。すごいね西から来たわけです。そうです12時間かかりました。すごい、ね、頑張ってきました。それで日光山人は何回ぐらい走ったんですか。前日ぐらいにあったのピンクミーティングが初めてです。それで今度は勝つとやっぱり次目指すところは例えば、ストリートリーガルとか D1 を目指していきたいってことなの。そうですね目指すは地方戦でとりあえず B ライセンスを。俺 A ライセンス俺一応俺もリーガラだからさ、うん、それもそれじゃ教えてあげるからさ。はい期待してもいいのか分かりません、まあ、その頃いないかもしれないんだけど、今回、ね、綱島くん勝った感想をじゃあ一言マイクの方にお願いします。
来年からも皆さん学取りの東西統一王者を目指して頑張ってください。以上です。優勝は、西の綱島くんでした。おめでとうございます。イエーイ、